さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ本日の YouTube スノーボード大学はですね、今シーズンの僕の滑り、カービングターンの僕の滑りを見ていただいて、今日はヒールサイドの、まあ、乗り方だったりとかテクニック、今シーズン考えていたことなどなどをちょっと解説していきたいなと思います。切り替えてまずヒールサイドエッジに乗ったっていう時の板を立てる角付けってありますよね。この角付けの量を強める強めないで言ったら、なるべく僕はここ強めたくないなと思ってます。切り替え直後なので、ここヒールサイドターンのスタートのタイミングって言えると思うんですけども、ヒールサイドターンスタートするとき、要はヒールサイドエッジが捉えたときには、角付けあんまり強くしたくないな、なるべく強くしたくないなっていうふうに思ってヒールサイドターン入るようにしてるんですね。でその強くなってないまだ弱い角付けにしっかりと乗り込んでいきながら、角付け強めていくことでターンの深さ鋭さっていうものに導いていけたらいいなっていうふうに思ってるので、まず角付けを強めるっていう動きをしてしまうと、重さ、自分の重さがまず乗らない感じがしちゃうんですね。筋力で踏みつけるとかっていうのは、まあいつでもできると思うんですよ、筋力なので。なんですけれども、自分の重さがよし、しっかり乗ったなっていうふうに自覚できてるかできてないかって、よしっかり乗ったって自覚できてた方がやっぱり、鋭い強いエッジングにもなるし、バランスのいい安定感っていうところにも非常につながるんじゃないかなと思うんですね。なので角付けが弱い状態で重さしっかり乗せて、そこから角付けを強めるっていう意識を持ってます。プラスこれに前後のポジションで言うと、ヒールサイドは僕前足に乗っていく前足荷重っていうのを普段からも推奨させてもらってるので、僕もこれ前足荷重でもうほとんど 100% 前に乗ってるっていう状態でヒールサイドカーブして仕上げていってる感じです。ぜひともこのヒールサイドターンは前足ポジションでうまく乗りながら、弱い角付けで重さの乗ったターンエントリー、そこから角付け強めることで鋭く深く曲がっていくヒールサイドカービングっていう、順番イメージを意識していただけたら面白いんじゃないかなと思います。僕がそんなイメージで滑ってる動画を本日は見ていただきました。明日はこれをトーサイドターンでまた解説していきたいと思います。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。